カルフーン軍はアメリカ合衆国フロリダ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,625人であり、2000年の13,017人から12.4%増加した。軍庁所在地はブラウンツタウン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ブラウンツタウン市にあるカルフーン軍庁舎カルフーン軍は1838年に設立された。軍名はサウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員、ジョン・クイン・シー・アダムズとアンドリュー・ジャクソン領大統領の政権で第7代アメリカ合衆国副大統領を務めたジョン・カルフーンにちなんで名付けられた。フロリダパンハンドル地域に共通してアラバマ州、 ジョージア州、ミシシッピ州など南部の文化や生活習慣を維持する傾向が強い。これはフロリダ州、中部や南部が大量の移民、移住者を受け入れて、その影響を受けているのと対照的である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は574.34平方マイルであり、このうち陸地567.31平方マイル。 水域は7.03平方マイルで、水域率は1.22%である。軍の東側境界は、アパラチコラ川が流れている。軍中央は、チポラ川で二分され、軽流ルックトレンブルがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パンハンドルの他軍と同様にカルフームは、アメリカ合衆国大統領選挙や同、会議員選挙では、 共和党候補を強く支持する傾向があるが、地方選挙や、州の選挙では時として保守派民主党候補を押すことも、ある。ありがとうございます。